NCAA 全米大学体育協会であるこの組織は、人気だけで言えば NBA をもしのぐほどのものであり、 NBA 選手の多くはここで自身の価値を証明したことにより、その権利をつかみ取っています。しかし1000校以上が加盟しているこの組織の中でも、約350校5500人のみが参加できる一部リーグでは、ほとんどの日本人選手が参加することを許されていません。そんなリーグである男は、日本人で初めてデビュー戦をスタメンで迎え、そのシーズン、あのジャモラントに次ぐ平均 7.7 アシストを記録し、1年生ながら全米アシストランキング2位に輝きました。キラキラと輝きを増す日本バスケという物語の鍵を握る男は、アジアのスタープレイヤーから多くのことを伝承し、滋賀の湖を海へと変えてしまうのでした。